はい、どうもトラ吉の無課金ハオーロード阪神10戦編です。今日でログインが、1086日目ですね。はい、現在2022年6月7日の午前3時5分なんですけども、今回ですね、夜中の3時5分なんですけども、今回はこのこちらですね、エキサイティングログインボーナス、これもらいましたんでね、今日から始まりまして、こちらでですね、この阪神のやつですね、 S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾第2弾で25エナジーこれ取りましたんでね、これの開封をしたいなと思います。はい、ですね、まあこのアカウントね、阪神純正だけでやってるんで、欲しいのはもう1弾2弾に関わらずこうですね、秋山選手1弾ですね、で2弾で青柳選手、もうこれどちらでもいいんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。はい、それでは行きたいなと思います。ですね、これですね、はい、S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾2弾エキサイティングログインボーナス、阪神タイガースの補修、阪神タイガースの補修なんでね、ぜひ阪神の選手出てほしいなと思ってます。秋山選手か青柳選手お願いします。来てくれ。さあ、1弾秋山選手、2弾青柳選手、どちらかぜひ来てくれ。来い。佐々木朗希選手。はい、ロッテですね。はい、佐々木朗希投手ですね。まあまあ残念ですね。残念ですけども、まあしゃあないですね。はい。はい、阪神の秋山選手、青柳選手は小津ということで、ロッテ佐々木選手でした。はい、残念ですね。はい、まあ25エナジーももらえますんでね、まあいいかなと思います。はい、またちょっとミキさんの方にね行きますけどね、まあ現在夜中3時6分なんですけどね、ちょっと起きまして、この動画撮ってます。はい、一応ねさっき起きたんですけどね、眠たい中撮ったんですけども、阪神の選手は出てくれずということで非常に残念ですけどね、まあしゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオーロード阪神純正編でした。